ノックスビル方面作戦は南北戦争中の1863年秋にテネシー州東部で行われた一連の戦闘とミサオ軍であるアンブローズ・バーンサイド少将の指揮する北軍がテネシー州ノックスビルを占領しチャタヌーガにいた南軍ブラックストンブラッグ将軍のテネシー軍から派遣されたジェームズ・ロング・ストリート中将を指揮する部隊はバーンサイド軍がチャタヌーガで 包囲されている北軍を救援しないようにする任務があった。ロングストリートは東部戦線でロバート・イーリー将軍の片腕となる軍団指揮官だったが西部戦線では独立した指揮官としての役割がうまくいかずこの方面作戦でも得るところは少なかった。テネシー州東部の山岳地は大半が北部支持の地域でありエイブラハムリンカーン大統領は この戦争の重要な目標と考えていた。北部に忠実な住民が住んでいることのほかに、穀物や家畜が豊富であり、またチャタヌーガからバージニア州へ繋がる鉄道の通り道でもあった。1862年から1863年を通じてリンカーンは何人もの指揮官に、この難しい地形を突破し地域を占領するように圧力をかけ続けた。 アンブローズ・バーンサイドは1862年12月のフレデリックスバーグの戦いで完敗し、西部戦線に配転されて、1863年3月に、この軍管区とオハイオ軍の指揮を任された。バーンサイドはできるだけ迅速にノックスビルに進行する命令を受け、一方、同時にウィリアム・ローズクランズ少将のカンバーランド軍は、テネシー州中部で、 ブラックストンブラック軍と対抗するという命令を受けていた。バーンサイドの作戦は、オハイオ州シンシナティから、その2個軍団で進軍することだったが、第9軍団が、ビックスバーグ方面作戦にあるユリシーズ・グラント、少々の支援を命令されたために遅れた。第9軍団の帰還を待つ間、ウィリアム・ P ・サンダース准将の旅団を、 騎兵隊と不評隊の合同でノックスビルを攻撃するために派遣した。6月半ば、サンダースの部隊は鉄道を破壊し、サイモン B バックナー巡将が指揮する東、テネシー方面軍が支配していた市の周辺の通信を混乱させた。8月半ばまでにバーンサイドはノックスビル市に向けての進軍を開始した。ノックスビルに直接向かう経路は、 カンバーランド峡谷を通っており、防御する南軍側にとっては絶好の地形になっていた。バーンサイドはその道ではなく、南軍の側面に回り込む道を選んだ。ジョンウェイレコーシー大佐の師団に北から脅威をかけさせ、一方他の二個師団はノックスビルに向かう岩だらけの山岳路を40マイル、回り道して南軍陣地の南に向かった。 道路の状態は良くなかったが、その部隊は1日30マイルほど進軍できた。カマウが方面作戦が始まった時、バックナーは南のチャタヌーガに呼びつけられ、カンバーランド峡谷には1個旅団、ノックスビルの東に1個旅団を残しているだけだった。サミュエル・ジョーンズ少将がバックナーに代わって、東テネシー方面軍の指揮を取った。バーンサイドの騎兵旅団が9月2日にほとんど、 抵抗ないままにノックスビルに到着した。翌日バーンサイドとその主力軍は市内を占領し、地元の民衆に暖かく迎えられた。カンバーランド峡国では、南軍ジョンナブリュー・フレーザー准将を指揮する2300名の経験不足な兵士が守備についていたが、バックナーの撤退に続いて何をすべきか命令を受けて、いなかった。9月7日、北からは、デコーシー隊、 南からはジェームズ・エム・シャッケル・フォード隊が接近してくる事態に直面してフレイザーは降伏を拒否した。バーンサイドとサミュエル・エイ・ギルバート大佐の不評旅団がノックスビルを出てわずか52時間で60マイルを急行した。フレイザーは勢力で圧倒されていることを認識しついに9月9日に降伏した。バーンサイドは ローズクランズ軍の支援にいくらか機兵隊を派遣し、東テネシーからバージニアに抜ける道と峡谷を相当し、できるならばバージニア州アビントンの向こうにある聖援所を確保する遠征の準備を行った。この間に近マウガの戦いが迫り、ワシントン DC からは南に動いて、ローズクランズを支援するという興奮した要請が来ていたのを新しく占領したばかりの領域と、 忠実な市民を放棄することを望まなかったバーンサイドは実質的に無視した。さらに岩の多い地形を抜けて物資を動かす難しさがあり、その供給基地から遠くに動いた場合に深刻な問題になることを懸念していた。バーンサイドがローズクランズ軍の支援を督促されている間に東テネシーでは比較的小さな戦闘が2つ起こった。9月22日。 北軍ジョン・ W ・フォスター大佐はその騎兵と砲兵隊で南軍のジェームズ・ E ・カーター大佐の部隊とブラウンツ・ビルで戦った。フォスターは正午に攻撃を始め4時間の戦闘の間に町を砲撃し側面攻撃を開始して南軍を撤退させた。南軍ジョン・イエス・ウィリアムズ准将がその騎兵隊を率いて北軍の通信船と兵隊を混乱させるために 進発した。東、テネシーバージニア鉄道のブルーズギャップを占領しようとしていた。10月3日、ブルーズギャップに向かう途中、そこからは鉄道沿いに約9マイルのブルースプリングスで北軍第23軍団騎兵士団のサミュエル・ P ・カーター准将の部隊と戦った。カーターは直面する敵の勢力がわからなかったので撤退した。 カーター隊とウィリアムズ隊はその後の数日間、小競り合いを続けた。10月10日、カーター隊が退去して、ブルースプリングスに接近した。ウィリアムズ隊はいくらかの増援を得ていた。戦闘は午前10時頃に始まり、北軍の騎兵隊が南軍と正午過ぎまで交戦し、一方別の騎兵隊は南軍の退路を塞ぐ陣地を取ろうとした。 公平日誌のオーランド m ー隊員が不評の攻撃を行うために最善の場所を特定するための偵察を行った。午後3時、第9軍団第1師団のエドワード・フェレロ巡将が攻撃に向かい、実際には午後5時に攻撃した。フェレロ隊は南軍の前線を突破して大きな損害を与え、遮られる前にほとんど敵の後ろに回り込むところだった。暗闇が訪れて、 南軍が撤退し、北軍は翌朝追撃を始めた。数日のうちに、ウィリアムズ隊はバージニア州内まで退いた。バーンサイドは、東テネシーでの南軍の影響力を弱め消すために、東テネシー方面作戦を始めた。ブルースプリングスはその使命を果たすことになった。ブラックストンブラックは、カンバーランド峡国とブルースプリングスでのバーンサイドの勝利に反応し、 またバーンサイドが包囲されているチャタヌーガの北軍の救援に向かうのではないかと心配しアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスにジェームズ・ロングストリートがバーンサイドに対抗して進軍する命令を出すよう求めたロバート・イリーの北バージニア軍第一軍団の一部を率いたロングストリートは折りよジョージア州北部に到着し近間ウガでの南軍勝利に 大きな貢献を果たしていた。ロングストリートは、その命令に強く反対した。精力的にかなり劣ることを知っていたからである。ロングストリート軍は2個不評師団の総勢1万名と、ジョセフ・ウィーラー少将の騎兵隊5000名であり、対する、バーンサイド軍は12000名の不評と8500名の騎兵だった。さらに、チャタヌーガ周辺の南軍は、残り4万名となり、 グラント及びウィリアム・シャーマン少将の接近しつつある援軍に勢力で負けることも知っていた。ロングストリートは勢力を分散することで我々は双方を失敗に向かわせることになり実際に自ら大きな結果を生むチャンスがなくなると主張した。ロングストリート軍が鉄道での輸送の準備をしている間に11月6日テネシー州グリーンビルで 小さな戦闘が起こった。ロバート・ランサム・ジュニア少将とウィリアム・ E ・グランブル・ジョーンズ・巡将がその地域の北軍機兵隊を蹴散らし、第7オハイオ騎兵隊と第2党テネシー機場不評連隊から多くの捕虜を取った。ロングストリートの作戦はノックスビルまでのほぼ中間にあたるシーウォーターまで鉄道で動くことだったが、問題が起きて困難な旅になった。 期待していた列車が時間通りに到着せず、兵士たちは徒歩で出発した。列車が到着するとそれは牽引力のない機関車が引っ張っており、荷物を積んで山岳地をとても進めないものだったので、険しい区間では兵士たちが降りて、列車の横を歩くしかなかった。後兵は燃料の焚き木を十分に用意できず、兵士たちが止まって、途中にある兵を分解して積まなければならなかった。 ロングストリート軍と装備の全体がシーウォーターまでの全工程60マイルを進むために8日間を要した。11月12日に到着した時、約束したはずの物資が届いていなかった。バージニアからこの方面作戦に移動してきた兵士たちは来るべき冬に備えた適切な食料や軍装を装備していなかった。林間内閣はバーンサイドのいる状況が心配になり、 何週間もノックスビルを離れて、南に向かうよう督促していたにもかかわらず、今度はノックスビル市を守るよう命令した。グラント将軍はチャタヌーガから救援遠征隊を編成しようとしたが、バーンサイドは冷静に、その軍隊から5000名を南西のロングストリート軍に向けて前進させ、接触しながら、ゆるりとノックスビル方向に交代して、そのことで、 南軍が要因にチャタヌーガに引き返し、ブラック軍を補強しないようにするという提案を行った。グラントはすぐに承認した。11月14日、ロングストリートは、ラウドンの西でテネシー川を渡す橋を建設し、バーンサイド軍の追跡を始めた。ウィーラーの騎兵隊が11月15日にノックスビルに接近し、ホルストン川の南岸から市内を見下ろす高地を、 占領しようとしたが、ウィリアム・サンダース指揮下の北軍機兵隊の抵抗と、川の南岸にある砦の砲台からの脅威もあって、その作戦を放棄し川の北岸にいるロングストリート主力部隊に合流することになった。ロングストリートのノックスビル方面作戦では主要な三つの戦闘があった。ロングストリートとバーンサイドの両軍は、並行した経路をたどりながら、南からのコンコード道路が、 ノックスビルに向かうキングストン道路と交差するところにある小集落キャンベル駅に急行した。バーンサイドはその交差点に先についてノックスビルまで安全に向かうことを期待した。ロングストリートはその交差点に先について確保し、バーンサイド軍がノックスビルに入るのを妨げ、その防類の外で戦うことを強いるという作戦だった。 雨の11月16日の強行軍で、バーンサイド軍がまずその重要な交差点に到着し、配陣をした。主力部隊は正午に市長隊を後に従えて到着した。ほんの15分後にロングストリートの南軍が接近した。ロングストリートは攻撃作戦を試みた。北軍の両側面を同時に攻撃するというやり方だった。 マクローズの師団が強力な攻撃をかけたので北軍の右翼は再配置しなければならなかったが持ちこたえた。ジェンキンスの師団は前進中のミサオ軍が無駄な動きとなり北軍の左翼に回り込めなかった。バーンサイドはキングストン道路にまたがっている。その2個師団に4分の3マイル後方にある鬼まで交代を命じた。これは混乱もなく成し遂げられた。 南軍の攻撃が中断され、バーンサイド軍はノックスビルへ向けた後退を続けた。北軍の圧力を受けながらの後退はうまく実行され、11月17日にはバーンサイド軍の大半がノックスビルの防御を施された防塁の中に入り、いわゆるノックスビルの包囲戦が始まった。南軍は包囲戦に対する用意がなく物資が不足し始めた。11月18日、 ウィリアム・サンダースはバーンサイド軍の撤退を遮蔽する、騎兵隊を率いているときに、小競り合いで、致命傷を負った。ロングストリートは11月20日にも攻撃をかける、考えだったが、ブッシュロット・ジョンソン巡将隊とグランブル、ジョーンズの騎兵旅団の応援を待つことにして、決行を遅らせた。ロングストリート軍の砲兵長、エドワード・ポーター・アレクサンダー大佐は、遅延の1日ごとに、 敵の強壁が強固になっていったと書き記した。ロングストリート足を取り囲むバーンサイド軍の要塞の中でサンダース取りが事態の兵士が突破できる唯一脆弱なものと考え、すでに一週間続いた包囲戦を終わらせた。この取りは殺された騎兵隊長ウィリアム・サンダースにちなんで名付けられたものであり、ノックスビル氏の北西にそびえていた。取りの北西は急な傾斜だった。 ロングストリートは闇に紛れて九州隊を砦出の下まで登らせ、夜明け前に九州でサンダース鳥出を乗っ取れると考えた。砦出の内側に向けた短時間の砲撃に続いて南軍三個旅団が突撃した。北軍の鉄条網は電信線を木の切り株から切り株へと次々に張り巡らしたものであり、南軍の攻撃を遅延させたが、砦出の外号が南軍を止めた。 この号は幅12フィート、垂直面の深さ4内40フィートあった。砦の外の斜面はほとんど垂直だった。この号を横を切ることは特に容赦のないマスケット銃や三段銃の銃下の下では不可能だった。南軍の士官たちは兵士たちをその号の中まで引いてきたが、工場橋ごもなく、急斜面を登れる者はほとんどおらず、砦に入ったとしても傷つき殺され、 あるいは捕虜になった。攻撃は20分間続きはだしく一方的な損失を受けることになった。南軍の損失813名に対し北軍は13名にしか過ぎなかった。これはノックスビル方面作戦の中でも決定的な戦闘になった。ロングストリートが次の行動を考えている時にブラック軍が11月25日の 第三次チャタヌーガの戦いで完敗したという知らせが入った。ロングストリートはブラック軍に合流しろという命令を受けたが、その命令は実行不可能と感じ取り、ブラックには部隊を連れてバージニアに戻るが、可能な限りノックスビルの包囲を続け、それでバーンサイドとグラントの軍が合流して、テネシー軍を全滅させに向かうことを阻止できると伝えた。 この作戦はグラントがシャーマンに2万5000名の部隊をつけてノックスビル包囲を解放させるために派遣したので有効であることが分かった。ロングストリートはその包囲を12月4日に中止し北東65マイルのテネシー州ロジャースビルに向けて撤退し冬の宿営に備えることにした。シャーマンはゴードン・グランジャー少将をノックスビルに残しその軍隊の大半を連れて チャタヌーガに引き返した。バーンサイドの参謀長であるジョン・ジー・パーク少将が8000名の、不評と4000名の騎兵を率いて、南軍を追跡したが、あまり接近することはなかった。ロングストリート軍は12月6日に、ラトリッチ、12月9日にロジャースビルと抗軍を、続けた。パークは、ジョン・ m シャッケルフォード順将に約4000名の騎兵と、不評をつけて、 ロングストリート軍の探索に当たらせた。12月13日、シャッケルフォード隊は、ホルストン川沿いのビーン駅近くにいた。ロングストリートは戻って、ビーン駅を占領することに決めた。南軍の3部隊と砲兵隊がビーン駅に接近し、北軍を捕まえようとした。12月14日午前2時までに、1隊が北軍の紹介隊と小競り合いを行った。 この紹介隊はできる限りの抵抗をし、シャッケルフォードに南軍の出現を警告した。シャッケルフォードは部隊を配置して攻撃に備えた。間もなく戦闘が始まり、ほぼ1日中続いた。南軍の側面攻撃やその他の襲撃が様々な時刻と場所で起こったが、北軍は南から援軍が到着するまで持ちこたえた。夜の訪れまでに、 北軍はビーン強国を抜けて、ブレインの交差点方向に撤退した。ロングストリートは翌朝北軍への再攻撃を始めたが、ブレインの交差点に近づくと北軍が残豪戦を固めていることが分かった。ロングストリート軍は撤退し、間もなく北軍もその地域を離れた。ノックスビル方面作戦はビーン駅の戦いで終わり、両軍は冬の宿営に入った。 この小さな方面作戦での唯一実行があったことは、ジャタヌーガのブラック軍からぜひとも必要な戦力を抜いたことだった。ロングストリートの独立した指揮官としての襲撃は失敗し、その自信が傷つけられた。ロングストリートは前年の半島方面作戦のセブンパインズの戦いの時にやったように、この方面作戦の失敗を他人を非難することで反応した。 ラファイエット・マクローズを指揮官から解任し、ジェローム・ロバート・ソン・ジュン賞とイベンダー・ロー・ジュン賞の軍法会議を要求した。総務局長のサミュエル・クーパーには12月30日に辞表を送ったが、その辞意は受け付けられなかった。その軍団は、東テネシーで適切な隠れ場や物資もなく厳しい冬を過ごし、春まではバージニアに戻ることもできなかった。 この方面作戦でのバーアンサイドの有能な行動は、ワシントンでの心配にもかかわらず、フレデリックスバーグでひどく傷つけられていた軍人としての評判をいくらかでも回復した。ノックスビルッシュに成功したこととチャタヌーガで、グラントが勝利したこととで、戦争の残り期間東テネシーの大半は、北軍の支配下になった。ありがとうございます。